はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。今回はですね、ルックブックを撮っていきたいなと思うんですが、最近私ニューカラーにしまして、前に動画にも出したんですけど、こんな感じのグリーンにしてみました。で、まあニューカラーにしたので、せっかくだったらルックブック撮りたいなっていうのと、あともう最近暑すぎるじゃないですか。私ももう汗っかきが炸裂して、毎日毎日滝汗なんですけど、まあ、そんな汗っかきな私でも着れるような夏コーデっていうのをいくつか紹介していきたいなと思います。そして、このルックブックにはもう一つちょっと要素というか、があるんですが、一つのアイテムをバトンつなぎで、その次のコーデに着回すっていうことをやっていきたいなって思います。まあ、なので、ぜひ着回しの参考にもなったら嬉しいなっていうふうに思います。よかったら最後までご覧ください。1コーデ目は、これは前に韓国に行った時に買った洋服たちなんですけど、このハーフパンツがすごい履いてるんですよ。やっぱとても使いやすいし、いろんなトップスと相性が良かったりするので、結構合わせやすくて、このパンツは本当買って良かったなって思ってるデニムパンツです。で、その上にタンクトップを合わせたんですが、まあ、割とシンプルな合わせなので、やっぱり夏とかはコーディネートワンパターン化しちゃうと思うので、お花のブローチ的なものをちょっとアクセントに加えてみました。こういったシンプルなコーディネートの時とかにポンって入れると、すごいアクセントになって、なんかこうコーディネートの物足りない感がすごい解消されるので、このアイテムも意外と使えるアイテムです。カジュアルなコーディネートに合わせてあげても可愛いですし、もっとこうガーリーというかのものにももちろん合いますし、割といろんなコーディネートに合わせやすくて、とてもお気に入りです。ということで、続いてのコーディネート違えるんですが、こちらのトップスを今回は着回していきたいなと思います。このトップスが果たしてどんなコーディネートになるのか。まだやっぱ今回のそのテーマである汗っかきさん用の真夏コーデということで、私は基本的にトップスは特になんですけど、モノトーンとかしか着れないんですよね、やっぱり。なんか色物のトップスとかってなってくると、素材とかがちょっと変わってたりとかしないと、やっぱり汗染みが気になっちゃうので、基本的にはトップスは結構モノトーンなトップスがやっぱり多くなっちゃいますね。ということで、2コーデ目、こんな感じでございます。さっきのタンクトップは、フロントにチャックがついているので、そのチャックを全部グイッと上げてあげて、こうハイネックな感じで今回は合わせてみました。首元がやっぱりこうギュッと詰まっているので、髪の毛はアップスタイルにしてあげて、ここでちょっとスッキリとさせてあげるとバランスが取れやすいかなと思います。で、上がピタッとしているので、ちょっと今回下はダボッとワイドパンツを合わせてみました。で、私ワイドパンツにこういうポインテッドトゥーのつま先が尖ったようなシューズを合わせるのがすごい好きで、一気になんかハンサムレディーな感じのコーディネートに仕上がるので、この合わせは私の中で結構鉄板な合わせです。で、このミュールがデニム素材だったので、バッグもデニム素材のものを持ってきて、そこでちょっと統一感を出してみました。ということで、続いてのコーディネートを着替えていくんですが、次はこちらのシューズを着回していきたいなと思います。このシューズ本当に可愛いですよね。すごいこのデニム素材がとても今っぽくて、このミュールもね、夏もたくさん履いていきたいなと思ってるんですが、次はこちらのデニムパンツを合わせていこうかなと思います。さっきブラックだったんですけど、こういったブルー系の同色系のやつで合わせてあげてもすごい可愛いんですよ。いろんなアイテムでデニム素材使ってコーディネートを統一させてあげるっていうのもすごくトレンドなコーディネートなので、トレンド感のあるようなコーディネートに仕上がったかなと思います。で、私今回このブルーのベストを着ていると思うんですけど、このベスト鍵編みになっていて、で、糸も結構太かったりするので、そんなにこう汗染みとか目立たないんじゃないかなって思って、今回はこちら選びました。全体的にブルーで統一させてあげて、その中にベルトでブラックだったりとか、バックでホワイトものだったりとかを持ってきて、ぼやけすぎないようなコーディネートを意識して組んでみました。髪の毛グリーンなんですけど、意外とこういったパキッとしたカラー持ってきてあげてもすごい可愛くて、私今回グリーン初めてやったんですけど、そこが新発見でしたね。では続いて、こちらのトップスをまた着回していきたいなと思います。今回1枚で着てるんですけど、もちろん中に T シャツだったりとかキャミソールだったりとか合わせてあげてもいいんじゃないかなって思います。で、さっきはまあロングパンツと合わせていったので、ちょっと今回はまたコーディネートを変えるためにミニスカートを合わせてみました。で、このミニスカートもね、この髪色に合わせてカーキのものを選んでます。やっぱ夏はどうしてもこう合わせがシンプルになりがちなので、こういったアクセサリーとかをよく使ったりするんですけど、今回はこのスカーフを首に巻いてみました。海外のフェスとかにいそうな女の子をイメージしたコーディネートで、もうすごい夏らしいコーディネートができたかなって思うんですが、足元はこれマーチンは履いてるんですけど、やっぱりマーチンは本当にいろんなコーディネートと相性が抜群で、とても合わせやすいアイテムなので、高校生ぐらいからずっと履いてるんですけど、やっぱこういうミニのボトムとかともすごく相性が良くて、マーチンってすごい足にフィットしてくれるから、足がとっても綺麗に見えるんですよね。
私はそこもすごく気に入っていて、大のマーチンラバーですね。では続いてこちらのスカーフとマーチン、シューズを履き回していきたいなと思います。なんかスカーフとかのアレンジ方法も結構質問いただいたりとかするんですけど、本当にいろいろアレンジ方法あると思ってて、首に巻いても可愛いですし、バッグとかにこう飾ってあげても可愛いし、手首とかに巻いても可愛いし、ベルトのとこに通してあげたりとかしても可愛いし、結構大判なスカーフとかだったら、それをトップスとして着てあげるのも可愛いと思います。私は今回はこんな感じで頭に巻いていこうと思ってます。最近私このスタイルよくやるんですけど、なんか一気にこう平成っぽいようなコーディネートになるというか、ちょっとこう2000年代のウホップな感じというか、すごい私は可愛いなと思ってて、海外の方とかでも結構やってる方が多くてですね、このスカーフアレンジは夏絶対やりたいなと思っていたので、最近めちゃくちゃやってます。やっぱこのスカーフの巻き方ってメンズっぽいワイルドさがあるような感じが私はするので、なんかコーディネートとかもちょっとクール系のコーディネートとかだとすごく相性がいいんじゃないかなって思ってます。でも逆になんかフレアなキャミワンピとかを合わせてあげても、そのギャップが可愛かったりするんですけど、今回はこんな感じで合わせてみました。全体的に落ち着いたトーンの感じで、この子でも結構私らしくコーディネート組めたんじゃないかなって思ってます。では続いてこちらのパンツを履き回していきたいなと思います。こういうねハーフパンツとかも今結構トレンドになってて、さっきみたいにキャミソールでも可愛いし、今回着回しということで、次は T シャツと合わせていきたいなと思ってます。このコーディネートはだいぶボーイッシュというかカジュアルな感じのコーディネートなんですが、夏ってやっぱりピタッとしたものもすごい可愛いんですけど、こういうゆるっとしたものとかだったらすごい着心地もいいし、なんか楽ちんだから過ごしやすさも兼ねたようなコーディネートに仕上がったかなって思います。 T シャツにハーフパンツだけとかでも可愛いんですけど、やっぱりちょっとこう帽子とかで個性を出してあげた方が私的には好きだったので、今回このニットの竹葉っていうのかな、帽子をかぶってみました。バーベキューとか川とかでも合いそうですし、ちょっとこうピクニックするとかアクティブなことをする時にも向いてるコーディネートかなって思います。では続いてこちらの T シャツを着回していきたいと思います。やっぱり夏は T シャツが本当に多くなるんですけど、私もでも最近はもう暑すぎて本当9割ぐらいタンクトップとか袖なしで過ごしてるんですが、たまにこういったね T シャツも着たくなる時あるんですが、もう T シャツってやっぱりこうコーディネートが難しいアイテム、意外と何でも合うんですけど、私的にはこうおしゃれをするっていうのがちょっと難しいようなアイテムかなって個人的には思ってて、やっぱりこうありきたりなコーディネートになりがちな感じがするので、今回はこの T シャツもね着回せればいいなと思って、私なりに考えてみたんですけど、さっきは割とボーイッシュな感じのコーディネート、カジュアルなコーディネートだったと思うんですが、次はちょっとリゾートっぽいというか、もう本当夏だねみたいな感じのコーディネートにしたいなと思って、シアのスカートなんですけど、やっぱり夏に合わせるシアは特別可愛いなと思ってこのスカートをチョイスしました。色味も結構いろんな色が使われていてカラフルだから、まあ、ちょっとこうリゾートっぽい雰囲気もありつつ、でこのスカートに合わせて足元もサンダルにしてみたりとか、ネックレスもこれ星の人手かなのネックレスなんですけど、結構インパクトがあってこのスカートともいい感じにマッチしてくれてると思います。さっきと同じ T シャツではあるんですが、本当に他のアイテムを変えてあげるだけで一気にこう雰囲気がガラッと変わるので、この T シャツのマンネリ化っていうのかな、もういい感じに打破できたかなって思います。続いてはですね、こちらのショルダーバッグとこちらのビッグネックレスを着回していきたいなと思います。このネックレスは前にあのザラの購入品で紹介したんですけど、あれ買ったのがまだ夏に入りかけてないぐらいの時で、早く使いたいなって言ってたんですけど、最近もう暑くなってきたので結構このネックレスをね使うチャンスが出てきて、身につけるだけで結構テンションの上がるアイテムなんですが、続いてはこのコットンワンピ、ホワイトのコットンワンピに合わせていきたいなって思ってます。このねミニワンピもすごく好評なんですよね、みんなから。私これは H&M で買ったんですけど、ホワイトとブラックを持ってて、前ブラックをねプライベートで着たんですけど、私あんまり普段こういう格好をしてなかったから、なんか珍しいってみんな言ってくれたんですけど、やっぱなんかこういうアイテムとかをさらっと着て、で今回も足元ブーツにしてるんですけど、なんかそういった感じでちょっと海外っぽく着こなすのが私はすごく好きで、夏は結構こういうファッションも楽しみたいなって思ってます。今回このバッグを使い回したいなと思った時に、このバッグがちょっとブラウンっぽい感じのバッグだったので、シューズもそれに合わせてこのブラウンのブーツを合わせました。
ました。やっぱりこういうワンピを1枚さらっと着るときは、なんか大きめのアクセサリーとか、ちょっとこう目を引くようなアイテムを1個入れてあげることで、一気に個性が出て、可愛いんじゃないかなと思います。では続いて、やっぱりこのミニワンピをね、着回していきたいなって思うんですけど、やっぱりこういうワンピとかって、1枚で着れるからこそ、なんか着回しが難しいっていうか、今回はね、パンツを下にレイヤードしていきたいなって思います。なんかデニムパンツとかでも可愛いんですけど、パラシュートパンツ、ナイロンのパンツを合わせていきました。さっきのコーディネートとはまた打って変わって、キャップだったりとか、スニーカーだったりとかと合わせることで、一気にこう、スポーティーな印象になったんじゃないかなって思います。何回か動画でも言ってるんですけど、今年の夏は、このスポーティー×ガーリーっていうのがめちゃくちゃトレンドになっていて、結構海外とかではもう定番な合わせになってたりとかするんですけど、それにチャレンジしてみたいっていう方とかは、ちょっとこういうガーリーなトップスとかに、こういったパラシュートパンツとか、スニーカーとかでスポーティーに崩してあげたりとか、逆にスポーティーなゲームシャツっていうか、ユニフォーム的なトップスとかに可愛らしいスカートを合わせるとかっていうのが結構定番な合わせなので、ぜひこう気になってた方はそういった感じでチャレンジしてみてほしいなって思います。では続いてこちらのパンツを着回していきたいなと思います。こういうダボっとしたカーゴパンツとかパラシュートパンツとか、多分みんなほとんど1枚持ってるんじゃないかなっていうぐらい、最近もほんと定番なアイテムだと思うんですが、私はこういったパンツを履くときは結構なんかダボっとした T シャツだったりとか、割とゆるゆるな感じで着てあげるのもすごく好きで、今回もちょっとオーバーなこの白 T を合わせていきたいなって思ってます。でもやっぱこういう T シャツとか合わせるのって結構定番だし、それこそまあ何回か言ってるようにマンネリ化してきちゃう合わせかなっていう風に思うので、ちょっと今回ヘアレンジを加えていきたいなって思ってます。今すごくトレンドにもなっているこのリボンを使ったヘアレンジをしたいなと思うんですが、耳の上のあたりでツインを作ってあげて、そこにリボンを通して結ぶっていう感じのヘアレンジなんですけど、完全なツインヘアよりも女の子っぽすぎない、子供っぽすぎないし、でもちょっと可愛らしさは残ったような感じで、大人のツインっていうんですかねっていう感じで、このヘアすごい可愛くないですか。このゆるっとしたラボっとしたそのシルエットにあえてこのリボンをつけるっていうのがまたギャップになって、とても今っぽいコーディネートだしすごく可愛いので、普段こうゆるっとした格好好きだけど小物のアイテムとかで遊んでみたいなとか、ちょっと飽きてきたなっていう方とかは、ぜひリボン使ったヘアスタイルとかにも合わせてみてほしいなって思います。はい、ということで今回はこのような感じで夏コーデをたくさん紹介していきました。せっかくの私でも着れる夏コーデになっておりますので、同じく汗よくかくよっていう方はぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。